1991年の日本ハムファイターズでは、1991年の日本ハムファイターズの動向をまとめる。このシーズンの日本ハムファイターズは、近藤貞夫監督の3年目のシーズンである。前年と違って、新戦力の投入もほとんどなく、開幕前の下馬評では、A クラスは無理という声が囁ささかれた。その予想通りチームは5月まで3位と検討するが、6月に、 大きく勝ち越した大栄に抜かれて4位に転落。その後は開幕から低迷したオリックスが夏場から復調したこともあり、9月以降は完全に B クラスに定着。この年ロッテが最下位に沈んだこともあり終盤は大栄との4位争いとなったが、これに勝って5位転落は免れた。投手陣は大黒柱のエース西崎幸宏が、 内転筋の怪我に苦しみながらも何とか10勝を挙げ、柴田康光、2年目の坂井光次郎もローテーションを守り、前年から守護神の武田和弘も安定した成績を収めるなどを検討して、防御率は3.72位とリーグ3位。打撃陣では切り込み隊長の白井和幸が打率3割をマークしたほか、前年から4番のマットウィンタース、前年2000本安打を達成した。 大島康則、主砲の田中幸雄などが活躍したが、本塁打は112本でリーグ5位に終わり、打率も251の再開と低迷した。投手陣の高騰に打線が応えられず、頻打や接戦で負ける試合も多く、シーズン負け越しの原因となった。結局3年間で A クラス入りすることなく、近藤監督は66歳の高齢もあって優待。 後任には OB で1973年の後期に監督を務めた土橋正幸が再び就任した。ありがとうございます。